四上高秀四上高秀2月26日から1936年1月2日は、日本の商工官僚、政治家、実業家、家族、農商務次官、初代商工次官、貴族院男爵議員、旧名、二条市営、京都府京都で、家族、二条、成行の四、男として生まれ、男爵、四上隆平の養子となる。 養父の死去に伴い家督を相続し、1911年8月1日に男爵を就職した。第二高等学校を経て、1904年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年7月、農商務省に入省し三輪局初期に任官。同年11月、文館高等試験行政科試験に合格。以後、三輪局監督官。 山林事務官県農商務所機関、山林局所務課長、鉱山監督所事務官、東京鉱山監督所、農商務所機関、鉱山局厚生課長、農商務大臣秘書官、大臣官房秘書課長、商工局公務課長、臨時博覧会事務局出品課長、公務局長県臨時産業調査局第三部長、農商務次官、商工次官などを歴任。 1929年4月に、伊岸面本館となり退官し、高橋惚歴用の推薦で、安田保全社理事となり、安田生命保険社長、帝国製朝社長などを務めた。1932年5月28日、貴族院議員補欠選挙で、男爵議員に選出され、厚生会に所属し死去するまで在任した。その他、鉄道会議議員、航空評議会評議員、 保全省公共育財団理事長、日本工業クラブ理事、大予防協会理事などを務めた。ありがとうございます。